はい、どうもワイワイと申します。いやーもうね、最近はこの社会事情といいますかね、こういう世界でございますから、私もですね、全然外に出ることっていうのがなくなったんですね。なくなったって、まあ24時間家にいるわけじゃないんですけれども、やっぱそうなってしまうとね、皆さんも同じような感じでしょうけど、ストレスというかね、胸の中になんかこう外出たいなというか、なんかこう濁ったものが胸の中にあるなーっていうね、感情を抱かれてるんじゃないかと思うんです。そう、そこで私本日はですね、この集まれ動物の森で自分がやっぱりね、今もし外に行けるならこんなことしたいなというようなね、そういう施設を作らせていただきました。今回で一応16回目の動画になるのでしょうか。果たして私はどのような施設を作ったのか。そして、本日はですね、我が東組東組に新しい幹部が追加されます。どのような幹部なのか、はたまた気になる人は本日のコスチュームはどんなコスチュームになるのか。では本日も長くなってしまいましたが、集まれ動物の森16回目の動画もどうぞ。あ、何それ、何かぶってんの。めっちゃキャワワ爆弾やん、今日みんな冒頭から。もしかしてだから俺最近太ってきたんちゃう？なあ、しずえちゃん。俺最近なんか太ってきたなと思ってんねん、ここ1、2年な。これさ、お前らのせいちゃうかあったか、アホな。ねえ、しずえちゃん。っていうことで、本日はイーサーの日ですね、ということですけどもね。なんだか楽しいことがありそうですよ、つってね。そりゃそうですよ、イーサーの日待ちに待ってたんですから、僕も。本日もじゃあ、良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。本日も誰かに向かって話しかけてくれました、しずえさんでした。ありがとうございました。はい、こんばんは。本日は先ほどもお伝えしました通り、しずえちゃんがね、8時15分、4月の12日日曜日でございます。本日は何を隠そう、イースターの日ということで、イースターイベントみたいなんがあるんじゃないでしょうか。ジャスティンからまずもらいましたね。釣り大会のやつでしょうかね。100ポイント大事に第2到達したので、ということで記念品いただきます。で、ハッピーホームアカデミーも、82,498 ポイントランク S。ランク S? はい。3万点を達成されましたので、記念を、お届けしますということで、はい、だいぶ超えてますけどね。あと堂々エアラインズ、日頃の感謝でオリジナルグッズと、ありがとうございます。これもじゃあまあ、あれしときましょう。さあ、では堂々エアラインズからいただきましたアイマスクを軽く顔に吸着させながら、本日は、早速ほら王子もやっちゃってんじゃん。ほんで俺最近さ、掲示板をやってないってことに気づいたよ。まずでも時間が時間やから、ちょっときよみちゃんと、あやったっけ、あさみちゃんや、あさみちゃんちょ挨拶しに行こう。あさみちゃん、はい、あさみちゃーん、うん、手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。あさみちゃんありがとうございます。いつもね、目の上に耳続けてもうてね。ほな今日はここら辺も見たいですけれども、まずほなきよみちゃんちょっと挨拶し、きよみちゃんちょあさみちゃんか、どっちか忘れたね。うん、いらっしゃい、ゴッドイケメン男さん、ゆっくりお構いできなくてすいませんね、言うてね。何しろたった2人で見せました。せやね、2人ちゃうけどね、人ちゃうから。昔は2番目の妹琴乃も一緒に3姉妹で働いて、あ、そう、今琴乃は一流デザイナーなる夢見て叶えるために修行の旅に出てるんです。あ、そう、それより前に琴乃のお姉ちゃんはな、有名なファッションデザイナーの元でずっと修行してたんよ。だから姉妹3人で同じ屋根の下で暮らして一緒に働いた時期な、夢みたいでね、あの子ほんま楽しかったわ。うん、ほんまそうやったね。毎日にぎやかでね、子供が楽しそうに取っておいたアイスを勝手にキヌちゃんが食べたりしてしもて、こぴどく怒られたりもしたね。わあ、お姉ちゃん。この間のお返しやよ。ね、この世のこと知らんけどね、おじさん。せっかく3人一緒になれたのに、また離れて暮らすのはちょっとだけ寂しいんですけどね。でもそれ以上私たちで、この子の夢、応援してあげたいんです。ほんまにせえねえ。琴乃子お姉ちゃんの夢は、うちら姉妹の夢でもあるんやから。ありがとうございます。本当にね、元気に今日も挨拶してくださいました。今日は今日でちょっとね、上野動物園から脱走したんでしょうか。カバがいますけれども、足元からのトータルコーディネート憧れるわね。ねえ、ああそう、じゃあそれ買ってあげようか、おじさん。じゃあカバこれあげよう。ほらな、これをおしゃれとは言わへんけどな。やけどこのスリッポンサンダルを君にあげる。クロックスっていう名前をつけてあげる君に。うん、素敵じゃない、新しいチョイスね。
さあ、じゃあ僕も今日も頭に取ってつけてる場合じゃないんで着替えさせてもらおうかな。いいね、よちゃん。できた。うん、いい感じやろ。そう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 、あの初心に戻ってってことなんですけど、これあの一応テーマは、麹町の母こと枝春美っていう、方です。おばあちゃんです。はい、おばあちゃん、すごい目がね、右が緑内障、左が白内障です。はい、で、早速本日は動向を開いてる方がいらっしゃるんですけれども、どうされたんですか？ヒロポンが聞いてきたんですか？いや、こんにちは。新しい季節を知らせに来ました、ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。イエーイ。あ、君は前にこの島へ来た時、僕を見つけちゃった子だね。僕にやったことを約束通りちゃんと秘密にしてくれたよね。まあまあ、それはともかく、今日、いよいよ今日がお祭りの本番だよ。インスタのお祝いってことで、僕と一緒に遊んじゃおう。いいかい、それじゃあ行ってみよう。卵を探そう、卵を探そう、いろんなところに隠れてるぞ。どこにある、どこにある、いろんな場所を探してみよう。わかったかな。お祭りの本番といってもやることは同じ。島のあちこちに隠された6種類の卵を集めてね。6種類全部集まったらいいものプレゼントするよ。そして、はい、これなんですか。今日参加してくれる君にはイースターなアーチのレシピをあげちゃいます。さてさて、僕がこの島に隠したイースターにちなんだ DIY レシピ、君は全部見つけられるかな。全種類 DIY してくれた人にはスペシャルなご褒美を用意してるよ。じゃあ頑張って。ちょっとすいません、だいぶしんどいんでもう二度と喋りたくないんですけども、DIY レシピをいただいたってことで、これは作らなきゃならないっていうのと、あと卵かなんかをなんか持っていくんやったっけ。ちょっと読むのに集中しすぎて意味わからなかったんですけども、どれですか。あ、これか。あー、全部2個いんのね。はいはいはい、イースターのアーチね。あ、じゃあ取ってこうか。おばあちゃん、おばあちゃん取ってきて、で、あ、ちゃうわ、ちょ、タヌキとか挨拶しに行こう。はい、どうも、枝です。いらっしゃいませ。うん、タヌキしませんね。そやで、枝です。うん、今日はなんかしょうもないもしか取り揃えてへんの、このたぬきな。これとか何これ、これ、うん、コーヒーミルか。骨砕ける、これで骨砕けるかどうかで全然違うけどな。すっごい高いね。まあ買っちゃうか。じゃあ買っちゃおう。おばあちゃんももう使うことないからね、お金。おばあちゃんはこのたぬき、これも見してごらん、おばあちゃんに。ん、ゼル付きアラームクロックっていうの、うん、まあおばあちゃんはあんまアラームな輝んでも起きれる思うけど、4時には。でももしかしたらおばあちゃんはもう二度と起き上がれになってしまうかもしれへんからね。おう、その時は本当にね、任したよね。これは何、これは全然座ってもハッピーにならないと思うよ。うん、豆椅子っていうの、どういうこと、豆を座らすの、こんなとこに。うん、買っちゃう、おばあちゃん。おばあちゃん、孫に言われたらね、おばあちゃん、孫に言われたらもうそう買うしかあらへんの、おばあちゃんは。お、何してんの、そんなとこで。それ、そうやって遊ぶもんちゃうのに。ごめん。さっきなんと、キリンすってみたら、卵がヒュッと落ちてきたんだ。会いたかと思ってヒヤッとしたけど、うまく弾んだみたいで無事だったよ。あの木何だったんだろう、気になるな。木だけに。木だけにね。やろう、もうちょっとさっきだけにねんとこ、力グッと押して言わへんかったら、面白くならへんで。もともと面白くないんやから、基本的にそうやって言うときは。でな、これを作んねやろ、このイースターのアーチっていうの。作っても奥きなんかさらさらあらへんで、おばあちゃんは悪いけど。どう、もう置いてみる、これ。わ、こっつ、これ、こんなんどうやっておばあちゃん使うの、これ。このままおばあちゃんの入れ歯にできへんかな、これ。おばあちゃんの、おばあちゃんの入れ歯にできへんやったらな、よう噛めそうや、えのきよう噛めそうや。ここのほら、親知らずまでしっかりと再現してくれてるわ。で、これね、おばあちゃんは全部やってきたの、これ。ちょっともう読むのめんどくさいから普通に読むけど、あれれ、君もしかして、僕が隠したレシピのアイテムを本当に全部作っちゃったの、すごーい、とっても大変だったでしょ、頑張ってくれたんだね。じゃあ行くよ、せーの、
いいな、わからへん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 、うん、ちょっと怒ったっていうか出るとこ出たいっていうか、実は今日のために用意したレシピはもう一個ある。なんだってピョン太郎、早く言ってよピョン太郎、もう二度とその足で立てないようにしてあげるよ、うん、これも作ってきてくれたら今度こそスペシャルなご褒美をあげちゃうからね。何それ、なんてピョン太郎の起き上がりこぼし。おお、いや覚え、いいよいいよ全然、卵なんかいっぱいあるから。何本来はあれか、ここで全部作れっていうことやったんか。どれや、ピョン太郎の起き上がりこぼし、ピョン太郎の、あこれや、ピョン太郎の起き上がりこぼし。おう、あもうすぐいいねんね、4個やな。まあでも、うん、30からあるからね、40個ぐらいは全部あるからまあ大丈夫やと思うけど、これじゃあ見てみる、梅と一緒に。梅じゃない、ファンタオレンジが飲んでんの。俺も炭酸飲みたなってったな。これやほら、ピョン太郎の起き上がりこぼし、これどう使うの。おすごいやんすごいやんすごいやん、起き上がらんでもええのに別に。ピョン太郎全部作ってきたよ。それじゃあ本当に本当に全部作りきっちゃったんだね、すごいや、おめでとう。そんなとってもとっても頑張ってくれた君に、あそれやんそれ、ま待ってたってわけじゃないけどね、またレシピ本でイースターのステッキが作れちゃうの。うん、またレシピかなんて、うん、言うたよ、それを言うたから思んなくなる。ちゃんとサンバイザーをつけろ。ハッピー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 イエーイ。今日はずっとお祭りやってるからもう帰ってほしいけど。おーありがとう、教えてもらったんやってイースターステッキ、これを覚えるために俺腐るほど卵集めてたんやって今まで。やった、うれしい、幸せの極み。あこれや、おこれ作れへん、あ星のかけらいるんやって。まあ、持ってるけど星のかけらは、でもまあステッキ、うん、せっかくやからステッキじゃあ持とうか。お前じゃあほなせっかくね今日一日はそのステッキ持って移動しようか。おっしゃーイースターのステッキができました。まあこれ一応持っといてね。まあ変身できるやつも作っとこうかね、 DIY レシピのたぬきちのやつもたまりましたし、じゃあ見たいところもいっぱいありますし、今日は何を隠そうね、あの作業した後ですけれども、新しいまたヤドカリーランドの施設を作るとこういうことですからね、楽しみですよ。ほらこうや、うわーこれいいや、ほら全部揃った時がこうなのよな。これちょっとこれ写真撮ろう。あでもちょっと待って、席持って席持ってから写真撮ろう。ほらこれや、このステキを振り方、実は表の顔はおばあちゃん、でもその実は おばあさんではないのだ。おばあちゃん変身、デイビッドカッパーマン。これその裏の顔はデイビッドカッパーマンであった。はよ座れ、もうほらええわおばあちゃん、ほら完璧よ。デイビッド・カッパーマン解除。よし、危ない、簡単に出したらこの地球が割れてしまうから、ほんまにここぞという時しかデイビッド・カッパーマンは出したらあかん。よっしゃオッケー、卵しまいに行こう。っていうかしまう必要ある、しまう必要あるかどうか分からへんから、ここら辺置いとくかな、これ誰でもお好きにどうぞっていうことで、ここら辺にこれ全部置いとこう。よっしゃこれで置いといたからね、オッケー。じゃあまずは普通のいつも通りやってる作業から参りましょうか。あ今日旅行行ってもええな、でもどう今日こそっていうのもありやな、なんかちょっと前回あれやったやろ、中途半端というかやっぱ雲うまいこといかへん、ほんでね雲島以外にももちろんあんのよ、あ出てきた、だから雲島以外の島にもいずれはやっぱ行きたいからね。いや今日は実はちょっとした施設を作ろうとは思うねんけども、その施設を作りながらも資源集めにね行こうか。ん何その状況、何どうした、うん、バネッサちゃんはアイドルの苦労を知らないからあんなことが言えちゃうのよね。どういうこと、バネッサちゃん何言うてん、バネッサさんが歌もダンスも大好きだからいつかトップアイドルになるために、うん毎日いっぱい練習してんやろ、無駄な努力してんやろ。おなのにバネッサちゃんはアイドルの努力なんかしなくたって、生まれながらにアイドルだって、あ、どういうことどういうこと、どういうことどういうこと、違うチャコちゃん、違う、うん、たくさん努力、違うね、そういうことじゃなくて、じゃチャコちゃんはもともと生まれ持ってのアイドルの才能があるから努力なんてしなくてもめっちゃ可愛いよっていうことを言ってるんじゃないのかっていう話なんだけど、
お努力はしてるよ、でも。おう、おう、分かって、いや、お前が分かってへん。俺が分かる分からへんやつな。バネッサちゃんの言ってることがなんとなく分かるって言ってる時点で分かってないね。じゃあ、いや、分かるかな。バネッサちゃんは決して君をな、あれしようとしてないで、うん、じゃねえの。なあ。いろんな種類の木を、ああ、例えば、ああ、例えば、いろんな種類の木を叩いてみるとか。おう、柔らかそうな木を叩いてみたら、出た卵の数が結構、へえ、そうなんや。へえ、勉強あったわ、ありがとう。ってよく飲むだかいやー、でももう今日でさ、みんなイースターイベント、まあ、4月の頭からね、ずーっとこの卵出続けて、もう4月で、てか、そんなに経ってるんやって感じはするけどね、あっちゅう間にもうこのイースターイベントが終わっちゃう、明日からはもうこの卵見れない、ほんとありがたいね、ほんとありがたいの一言、とかいう、まあ、祖母ジョークもな、祖母ジョークはそれぐらいにしといてやん、ほんとにね、こういういろんなこう月にね、いろんなイベントをしてくれるっていうのは本当にあの素晴らしいゲームです誰が見てるか分からへんからね。あ、できてますやん、できてますやん、これ、これですよ。あー、これずいぶん楽になったな。ここでこの階段をね、こうやって設けたのにはまあ理由がもちろんあるんですけどね、本日で一応テーマのパークのね一部分作るというふうに私申しましたけれども、もう完全に私の頭の中でできているんで、あとはもう配置するぐらいですんで、本当によし。で、もう一個、もうね、ささっとここに決めちゃいましょう。言うていました、坂をここに食べたいなと思います。全く同じく石の階段をね、作りたいと思います。で、この上にこうグーッと上がっていけば、もうここが一番高いところですからね、位置としてはね。で、16万またお金がいるということですから、あ、本日もお金を貯めなきゃならないと。あ、そういや広場にピョントロが来てるで、あいつ一生懸命踊ってると思うだろう。でもな、案外サボってやがるんだ。試しに気づかれないようにちょっと離れたとこから見ててみな、すぐに息切れするからよ。あ、ちょ、見てみる、じゃあ見てみようか。離れたところって息切れっていうか、もうだいぶ生きんのに疲れてるっていうか。大丈夫ちゃんたろう、ね、クロールそのダンスがもうすごいもん。まず最近そうや、ゆうたろう見ひんな。ゆうたろう来てくれへんかな。あいつのあれをなんか何でもいいから欲しいな。ただの小事件やけど、どういうこと。あっか、また忘れるとこやった。ちょ、忘れんうちにこう書いとかへんかったらさ、だいぶ2日ぐらい俺抜けてるやろ。今日はだから、12日やから、もう3日分。そうやな、3日分やもんな、ほんまは。できた。ありがとうと一番言いたい時こそ、もう相手はいないだもよ。すいません、もうすぐ重なりましたけど、なんか人は失った時に初めてその切なさ、必要であったところに気づくっていうことなんじゃな、いうことなんじゃよな。そのおばあちゃんがな、今いい話してここに帰ってきた時にな、もうそのなんかそっけなく見せしめようとしてるやろな。タヌキやのに目元はクマか、ん、せやな、うせやん、くー、目閉じて、ほら見て、ほら塗ってしまおうか、ほんま。もうおっしゃ、ほな行くか。一発目や、わし今日は一発で弾ける気してる、してるんじゃな、モーリー。うわ、ナイス、桃刀や、これはいいわ、桃刀。これはまあ、ハズレや。うん、まあ簡単に言うたらこれはもうハズレやな。まあ、桃、ありがたいよ。桃はありがたいけれども、そんな桃だけ取ったって社内でからな。もうタヌキのとこも見てしまってしもうてるしね。すもも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 ものうち。お、早口言葉かな。やっぱどうしても失敗することがないからな、今まで。早口言葉って。すもも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 のうちっていう言い方したらあかんねん。すもももももももっていう風に考え方したらあかんねん。もが何個かって。すもも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 のうちっていう。そう言うたら分かりやすい。知ってた？早口言葉ってそんなもんやねん。ガスバ、もうガスって言うてるけどな。バスガス爆発もしゃべって。バスが巣爆発っていう風に言えば言いやすいって聞くやろ。一緒一緒。
それで言うてみ、すもも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 のすもも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 のうちで、ちょっとマシンガンみたいやけど。え、ごめん、ちょっとなんか軽く嘘ついていいかな。おお、来ました、カミツキガメ。このカミツキガメ、あ、これカミツキガメ、俺そうや、じゃ何も使ったいな。これ、これさ、なんかどうやらあれらしいね、なんていうの、なんかゲージに入れられてないらしいねな、こいつ家で飾ると。俺そう確認はしたことないね、釣ったことはあんねんけどね。あ、シダマナだよ。これでも桃ってすごいよな、なんでこんなおけつみたいな形してんねやな、桃って。ど、それの方が勝手がいいことってあんのかな。なんか水をすごくこうあれしやすいとか、はけやすいとか、そういうなんか効率があってそういう形になってると思うんだけどな。獅子の城です。勢いだけはもう嘘ついてる感覚じゃないよ。よし、また何事もなくこの島をわずかな時間で去ることになりますね。あれだけ苦労して貯めた2000マイルもこうしてみればあっという間。え、もうポケットいっぱいな。はぁ、喋らせろよもっと。ここ見てみろ、カミツキガメ、この辺に飾る。おお、すごいや、カミツキガメこれ、ほら。おお、カミツキことしてるや、ほらしょ、ほら。おー、いわひゃーって言って、ほらひゃーって。よし、これってもしかしてさ、桃を植えたりしたら桃の木になったりする？え、やったら全然違うねんけど、なんか俺そんなんめっちゃしたいねんけど。俺そんなんめっちゃしたいで、ほんま。こう植えられる？桃どう？あ、植えられるやん。え、マジで言うてんの？そんなんめっちゃええやん。桃ほな、え、俺桃普通に作れたんかいな、ほな。え、何それ、え、メダカを釣り上げてんやって。まだ小学生だな。どういうこと、まだ小学生だなって。え、何、もしかしてお前メダカバカにしてる？え、今の発言はちょっとよろしくないよね。でもみんな思わへん、その体が小さいからって。小学生やなお前。え、それはあかんわ、それいじめにつながるわ。それはそういうあの発言だけはもうほんまに俺あの許せへん。そういう小さいからとかな、それ殺すぞとかな、そういうのはほんまにあのあかんと思うね俺。死ね！よっしゃ。オッケー、参る参る参る、溜まって参る。いいやん、これごめん、今日一の笑いでした、ありがとうございます。今んとこでね、やっぱマイル溜まってマイルが出てくるかこうへんかが腕の見せ所やったとこあったね。うん、よかった、もう今日これ成功。今日のこれであんのよ、やっぱりあかんな、いまいちやなってね。例えばこれの動画を僕上げてる間にね、バイオハザードっていうゲームやってるんですよ。バイオハザードっていうゲームやってたらね、まあ今までで約4個は5個の動画上げてるんですけれども、もう4個は5個ともいまいちやなと思いながらやってるからね僕は。よっしゃ、みんな溜まったから行くで、と見せかけて今回はこのおばあちゃんの姿では行きません。表の顔は五反田の占い師、しかしその実はデイビッド・コッパーマン変身。デイビッド・コッパーマン。このイリュージョン。それ分からへん人分からへんと思うけどね、デイビッド・カッパーマンで調べてみ、ネットで。このイリュージョンはデイビッド・カッパーマンにしかできひんから、うん、任して、このカッパーマンにお任せあれ。うーわー、もうこれ知ってるわ、左から川流れてきてるやつじゃ。お前このカッパーフィールドを愚弄する気か。違うか、これ左から川流れてきてるってやつじゃん。うーわ、思ってたやつとちゃうけど一緒や、どっちにしても。このカッパーマンの背中見てみ、カッパーマンこんなんするためにこう来たんちゃうねんね。カッパーマンこんなんするために生まれてきたわけちゃうねん。せやのにこんな普通の土木作業みたいなことさせられて、カッパーマン今これあれやっちゃう、呼びます、あんこちゃんやったら。かわいそう、わらわら、カッパーマンかわいそう、わらわらちゃうこれ。よっしゃ、今日ラストや。もうこれで今俺が持ってるお金が5万で、明日に小田抜きからもらえるお金が5万、これで10万。
この10万にさらなる6万ちょっとプラスが生まれるとこね、それでいけ。またボボやもういいってもうはもうもういいわ、より帰るわ、うん、帰る、もうしば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 やろ。なんか、みどり、その、なんか、口の横のとこ、なんか、ちょっとチョコレートついてるで、あ、鼻か！オッケー、なんとか目処は立った、みんな。明日で、あの橋の分のお金を払える目処が立ったから、今日はこれでしまいにしよう。うん、皆さん、こんばんは。ただいまのしまうまはしましまの時刻は2020の4日3、月曜日の午後7時31分です。こんばんはー、しずえちゃん、しずえ、しずえ。さあ、会場は我んばかりのしずえコール、我んばかりのしずえコールでございます。うん、うん、あ、ごめん、聞いてへんかった、ごめんね。おじさんも個人的な話ばかりしててね。うん、はい、なりますように。ありがとうございます。お願い事をしていただきました。しずえさん、御年46歳です。よろしくお願いします。さあ、ということで、日が変わりましたけれどもですね、私は、うん、あ、そうそう、なんぼやった、なんぼだった、うん、たぬき商店、これ、8万ぐらいじゃん、あ、そう、8万ぐらい口座に振り込ましてもうて、これで私の持ってるお金は今ゼロなん、ゼロに等しいんですけれども、あ、ごめんなさい、4万ありました。まあ、一旦、あのね、なかったことにしましょう。はい、小田崎、こんばんは。うん、いらっしゃいませーで、たぬき商店ようこそーということで、はい、いらっしゃいました。エントリーナンバー3番、枝はるみです。よろしくお願いします。枝はね、ここら辺も持ってるから、まあ、これもね、まあ、持ってるっちゃ持ってる。これ知らんけどな、これでもそこら辺に置けへんやろ。初めて今日おばあちゃん何も買わへんちゃうか。ほなんだね、こだぬき、今日は、うん、今日はね、あの、おばあちゃん昨日これ、売らへんかったあえてな。おばあちゃん、それで売ったら君ら 20% 搾取するやろ。だから、この桃と、雲やで、これ、ヤシの実や。これで売ってごらん、ほら。なんぼなる？計算してごらん、その短い指で。おうん。なんぼなる？うん。42,500 やったら、ちょっと足らへんね。ほら、ちょっと足らへんわ。あれ？何はともあれ。本日はね、ちゃんと坂も作りますし、作るというかお金も払いますし、さらに言うことの向こうの方にね、まあ、施設を作りたいと思ってますから、一旦じゃあちょっと作業だけしときましょうか。あ、ちょっと待って、キニヨちゃんザベスのとこ行かな。ちょ、ごめん。お、キニヨちゃんザベス、うん、いらっしゃい。手作りのファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。ねえ、キニヨちゃん、ごめんね、ほんと。でも今日は君の名前をおばあちゃんがその力で当ててあげようか。君の名前はあさみちゃんですね。どうですか。ほら、そうでしょ。私たち以前は別の場所で同じように仕立て屋を、急にストーリーがスタートしたね。うん、そこは亡くなった両親が残してくれたお店だったんですけど、ことのも旅に出てしまったし、馴染みの人たちもみんな新しいことにチャレンジし始めて、私たちも新しいスタート切ってみてもいいんじゃないかって思ってたところだったんですよね。そんなわけで、このシマウマはシマシマに移ってきたんですよ。ここへ移ってきて正解やったね。賑やかで楽しいし、景色も綺麗やし、とってもええとこやと思うわ。昔のお店が懐かしくなることもたまにあったりするんやけどね。そうやね、あの店も随分長くやってきて、私らの思い出詰まってるもんね。やけど、あのお店にはいつでも帰れるようにしてるし、今はここでのお仕事頑張らんとね。うん、そうやね。よし、今日も頑張るで。うん、姉ちゃんは張り切り出したわ。昔のお店を懐かしく思う気持ちがあるっていうのはその通りなんですけどね、私はこの島に来てほんま良かったと思ってるんですよ。すいません、ちょっと服買わしてもらっていいですか。あんまりにも話長いんで申し訳ないです。服買いに来たんです、おばあちゃん。おっしゃ、さあ、チェンジアップの時間や。できた、ほら、枝木はうん、とっても似合ってるよ、これ。枝木はこれもうほんますごいでしょ。これがほんまのあれやから、枝はるみの本当の姿やね。靴だけはクソダサいんだけどな。ただ動きやすさを重視してる、枝際は。足腰を大事にしてるから。え、ちょっと待って、キヌユちゃん、このとこにスーパーヒトシ君置いてあるよ。こいつ、え、ちょっとこの
おう、これ素敵っていうか不思議やねんけどさ、そんなん言われたらもう全部これさ、うん、あ、見て見てごらん、キヌちゃん、キヌちゃんの目の前に広がる不思議見てごらん、スーパースーパーひとしくん打ったあかんわ、キヌちゃん、野々村さんはモンスコ大事にしてもいつも失うんやから。あ、っていうかさ、終わったんや全部卵、そういや、これどうしたらいいの、もう打ってええの、これもちょっと打ったらそれなりにお金になるんちゃうかな思うねんけどな、今はとにかくすぐにお金貯めんと、あと今回はもう施設を今からもう作り出していかんと、絶対今日も尺押すから、もう打っちゃおう、だからもう今日は打っちゃおう、打っちゃおう、もう打っちゃおう、打っちゃおう、打っちゃおう、もう打っちゃおう、あ、ちゃう、そこで打ったか、あ、失敗した、あ、癖でそこ打ってしまった、うわマジで俺の頭にクエスチョンや、最悪、一世一代のチャンス逃した。ま、寝たここでね、ここで大物が釣れればもう何の問題もないんやから。ではここでクエスチョン、さあこの魚は一体何なんでしょうか。トゥルルルトゥ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 ルーン。さあということで、本日のクエスチョンは、あちらのお魚は何でしょうということですが、では早速、参りましょう。世界不思議発見。気になる正解は、そうです、スズキだったんです。このスズキ、実はスズキはスズキでも、4丁目の左角を左に曲がったところのスズキだったんですね。テレレ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 、うわ、こんなタイミングでジョニーがほら、よし、じゃあお前の人生にクエスチョン、どうだ、うん、起きたらやっぱり立派な、お前立派なホッチキスしてるな、それすごいやん、セロハンテープみたいな眉毛してなあ、え、ジョニーが遭難したの、ああそう、はい、ここ笑っていいところ、うん、ごめん、いいわ、遠慮しとく、この後はもう笑うところ一つも残ってません、うん、この通信装置さえあればな、ん、オーマイガーシュ、私の大事な通信装置が壊れちゃってます、バキバキに割れて通信装置のパーツほとんどなくなってます、これでは私の仲間たちが見つけ出してくれるのをただ待つしかありません、しかしそれでは一体いつになることやら、お願いです、どうか通信装置のパーツを集めてくれませんか、やだ、オーマイガーシュNo! これは困りました。うん、探すやん、ジョニー大好きなんやから、俺この世界中を敵に回してもジョニーお前だけを守ってみてるわ、そこまでか。そこまで好きか、もう分かった、喋らんでええもん、うん、やってくるから、もう、あー、騒がしい、お、メッセージボトルや、英語風に言うとメッセージバトルや、オズモンドや、うん、ドラム缶風呂やって、めっちゃええやん、え、なんでそんな、なんか今日に限って、もうこれみんなピンときちゃうんじゃない、さあここでクエスチョン、じゃあこんなどっかの北半球の島に、実はこのごイケメン男さんは何か和風なものを建てようとしてるんですね、それは一体何なんでしょう、ドゥ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 、はい、ごめんなさい、答えはおそらく20分後ぐらいになりまーすね、喋りたいことは喋っていきます、もうカットとかしません、そういう普通の実況者がやるようなことはしません、すいません、もう、うん、島も島島博物館にな、ようこそ、これ化石をな、鑑定してほしいね、君に化石のクエスチョンやねん、これ俺の中では、どう答えてごらん、ほな、袋柳さん、あれ黒柳さんさ、あんなにいつもハワイペア旅行券とかもうてどうするつもりだよな、どう処分するつもりだよな、ただでさえ一人やのにさ、ペアってでもうてどうしたらいいんだよな、いう場合頭を取り外してペアとか、そういうこと、それでワンペアみたいなことなのかな、もしかしたら黒柳さんって頭が本体みたいなとこあるやん、すいませんね、はい、うん、ごとき男さんね、ごとき男さんね、ちょっとこれね、回答してほしいね、ごとけ男さんね、うん、でね、ごとけ男さんね、このね、ダンクルオスデタウスでね、アンキロサウルスの体ね、ごとけ男さん、あれしてほしいな、思ってね、
持ってきたんです。はい、どうです？うん、6年ぐらい。ああ、それはもうそれで構いませんよ。うん、ほら、それでね、構いません。小手木男さんね。うん、ほんで、小手木男さんまた来ますから。ね、その時よろしくお願いします。ね。これ、タバコを加えながら、喋るとこうなるってことに気づいてん。よっしゃ、達成しました。これで明日には、このね、坂の部分が完成するということになってますね。で、この高いところ上の方に登っていけると。でね、すでにね、ここにもう用意してございますけれども、私ね、実は、こちら側なんですよ。この辺にね、施設を作ろうと思ってますから。よっしゃ。今日使うアイテムの数結構多いやろ。おー、結構やっぱ満を持して感あるから。ほんで、まだ全然俺あれ足りてないの、実は。作んの今から。で、じゃあ何を作るのかっていう話やけど、まあ今日はね、もう皆さんずっと分かってたんじゃないでしょうかね、私が作り出したいもの。答えはこれです。露天風呂。これがね、やっぱ欲しかったんですよ。今日はだからもう完全な露天風呂、これを作りたいなと思ってます。ほんでさ、俺露天風呂以外にもなんかあったやろ。これや、五右衛門風呂。これは焚き火がいいのな。オッケー、焚き火使ったらでも作れんねや、五右衛門風呂。こういう、だから俺はね、今回は露天風呂を作るっていうか、まあ風呂コーナーやね、風呂コーナーを作ろうという。おっしゃ、じゃあスーパーひどしくん露天風呂置いていこうかなって。実はここじゃないんですよ。これこそね、まあもしかしたらこの動物の森やったことある人というか、今やってる人はもう全員分かってたかもしれないんですけど、お、私なんと露天風呂ここにね置こうかなと思っているんですよ。これが五右衛門風呂ですから、ここが露天風呂かな。これちょっと一回置いてみていいですか。来ました、これですよ。めっちゃ良くない？これめっちゃええやろ。源泉かけ流しで、なおかつあんな風にあっち見れて、これ看板がちょっとこの方がええかな。おー、ここにほんで照明まであってね、めちゃめちゃええでしょ。いやマジガチでめちゃめちゃええやん。こんなんもう俺、うわ、こんなん俺入りたいな。あ、入れへんねや俺は。これうわー残念やな。この露天風呂ね、ここに置いて、なおかつですよ、こういうのもね置いていったら、ここは本当に、風呂コーナーになるんじゃないかと。しかしすごいな、この五右衛門風呂。落とし蓋みたいなのしたね。これお前入るやつ入ったらええー、だし出んの。おっしゃ、で大岩取っといて、ちょっと待って、みんな今ものすごい重大なことが発覚したんやけど、今まで大岩菜のおじきって言ってた人がヤマメやった。あれ、じゃあ大岩菜のおじきはどこに行ったんだい。じゃあどうした、タコ。音がしてるよ。俺の顔もひどいけど君の顔もひどいよ。どうしたん、なんかヒョンヒョンなってんねんけど。おっしゃ、任しとけほな。今頭トゥピンいかへんかった、大丈夫？うん、そうのみやねんけど。さあ皆さん、大変お待たせいたしました。約3時間の作業を経てついに完成いたしました、私の露天風呂。まずは露天風呂へ行く道筋から、ご紹介していきたいと思いますけれども、まあまだちょっと途中なんですけどね。まあここにね、竹を自然に植えていたのは、実はねこういう風に歩道にしたかったんですね、私はね。ここのこの左側がね、開発されるまではですね、ここをまあこの丸太の杭を打っちゃって、こういう風に、両サイドにね竹を見ながら、和風な感じの道を歩いていただければという遊歩道にさせていただきました。そして見えてまいりましたですね、こっからが露天風呂スペースということになります。少し早いような気もしますけれども、この階段の左側ですね、大岩菜のおじぎことヤマメさんですね、ヤマメさんがこれ実は入館切ってくれます。大人、2500円、子供1800円ということで、取ってくれる。結構高いんですけれども、ここでね、手続きをこうやってね、してから、大岩菜のおじぎことヤマメさんに、挨拶して、でこっから入っていくということですね。一応プライバシーを守るという観点からね、露天風呂とはいえどですけれども、なんで、こっちの方にねこうゆっくり歩いていって、これ他の人は入れないということにしてございます。さあ出てまいりました。まずこの、左が、サウナです。これ一応さ、蒸し器が、せいろが
あのここにありますんで、暑さはね自分で調節していただいて、この水差しがありますから、あのこれで調節していただいて、ゴールサウナをしていただけるということでございます。またここでね喉が渇いた時に、もちろん水とかの対策もねしっかりしてございますし、ここが一応の着替えルームってことで、あ、うち混浴です。はい、ですので今はもう本当にね皆さんにこれもうお見せできないんじゃないかな、すいません、先行きます。女性ばかりね履いてくださっておりますけれども、おこれ体重測定ができる機械だとかね、はたまたサーキュレーターですけども扇風機じみたものとかね、あるじゃないですか、よくこう温泉旅館とか行ったらねこういうなんか流しみたいなものがあったりとかねしますよね。これを再現してみました。そして、ここで着替えてね、向こうにもクローゼット一応あるんですけどね、ユッカの木の向こう側ですね、この左側には五右衛門風呂が2つ、これ私入ることはできないんですね、落とし蓋されているみたいでね、まるで煮込まれそうなこの五右衛門風呂の左側にはなんと大きな露天風呂があると。ここに石碑をね、用意しておりまして、もう大人気満員御礼というようなね、源泉投げかけ流し露天風呂がここにございます。これいいじゃないですかね。なかなかこんなにね豪勢なお風呂ってないもんですよ。またここではここでね、まあ、ちょっとこう風当たりたいなと、湯冷まししたいなということになれば、ここでこうコロンとね、こう寝ていただけるという、こういうスペースも私用意してる。これもまた洒落てるでしょうね、どっかのリゾート施設でですよ。私の今回作りました、あ、温泉一番は、実は一番の推し温泉はこれではございません。これなんです。これをご覧ください皆さん。これが源泉なかけ流しの私たちが誇る一番、このシマウマシマシマが誇る露天風呂完成でしょ。これが本当に素晴らしい。耳元で一応骸骨ロックを聞くことももちろん可能ですね。ほらご覧ください、どうですか、月の光に相まってね、こんな背中に月の光を浴びても存在感がなお消えないのはセーラームーンか骸骨さんとも相場は決まってるんですから皆さん。いいですね、水道代が非常に、これね、でもやっぱ源泉かけ流しなんで、これはここに入っ、やっぱね日頃のそのなんていうかな、いろんなこう思いとかをね持ちながら、でも露天風呂だとし、ここまで来るともう非現実すぎるやないですか。明日には忘れちゃうんです、この湯に入ったってことは。しかしながらこの湯というのは昨日も入った湯だ、昨日も入った湯をここで浴びるということにこそまたおつなものがあるんじゃないですか。ちょっとね船虫が湧いてしまうのがたまに傷なんですけれども、で、実はこの先もございます。私のためねこのはしごを持っておきますけれども、実はこの上に上がった時にですね、これ一応ねこういう道しるびを置いとかせていただいて、本当はこのまっすぐまんまにね、坂を作るという予定でね、ここはにわくん立ってくださっておりますけれども、これ坂作ったと仮定してください。そして上に上がったらなんとこんなスペースがございます。これ素晴らしいでしょう。これアウトドア気分でね、ここでこうなんていうかな、このマトリョーシカの占い場っていうのがあるんですけど、このマトリョーシカの占い場、さらにはこの左側には綿あめをね作ってくれるようなところ、こういうなんもございまして、本当にね何でもかんでもできちゃうというような、そんなところですよ。自販機もこっちにありまして、キャンディーマシーンもここにあるというね。そしてこの広場の一番の長所が、まあ、こちらですね。これで実は覗くことができるということなんです。これはもう男性諸君はもうねたまったもんじゃないですよ。これはぐわーっとこう見てね、ずっと見る、これは、あ、大人1200円です。はい、こう大人1200円、これは大人600円からやってます。で、熊野奈美ちゃんがもうずっとここは陣取ってますでまあ、ここでちょっとね今これ実は指導が入ってます。はい、これ招き猫のねおじきとこれメガロバニアやったっけ、なんか忘れましたけれども、このなんかあデメニギスでしたっけ、デメニギスのおじきがね、ちょ兄弟杯実は交わしてるんですけど、でもここでちょっとねうちの姉妹はいやそれはやめてくれっていうような話があったりとか、うちの新入り幹部の新入りなんですけど、これのみのみ親方っていう、のみの海親方って相撲上がりです。はい、相撲上がりの飲みの海親方でちょっと若干死にかけてますけれども、飲みの海親方もここ実は新しくねここを抑えるということで、今新勢力として力貸してくれるって、いうことでね招待させていただきました。ちょっとじゃあ飲みの海親方と俺今日写真撮ろうかな。飲みの海親方ちょっとズームしてあげないとね、全然飲みの海親方はちょっと若干やっぱ死にかけてるんじゃないかっていうね疑惑が出てきてますけれども、おいしょ、いいですね。飲みの海親方やっぱり写真の写りがいいですもんね。
で、まあここのこの施設できましたけれど、まだちょっとね不十分ではございます。はい、どうしても自分が作る、俺今になって気づいたんですけど、こう DIY レシピがあまりにも少なすぎてね、ちょっとやりたいようなことが全然できないと言いますか、なんて言いますか、テーマがちょっとまばらですよ。そぞろというこのね、やっぱこの木の丸太のところもできれば和風にもしたいしね、向こうのなんていうか洗面所のところとかもボコボコしとるでしょ。あれもね、本当はもうちょっといいやつにしようかなと思ったんですけど、なかなかないんですよね。今まで私がもらったものばかり使ってきたんで、ちょっとね完成度は低いかなっていうところなんですけど、あとはもうアイディア次第でね、風呂なんていくらでも改装できると思いますから、徐々に徐々に完成させていく、そんな露天風呂ができたのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか、本日のあつ森、まあ16回目の動画ですけれどもね。いやー、テーマパーク作りっていうのがなかなかねうまいことこう運ばないというか、どうしてもねやっぱ家具が少ないんだね。だからこうマイレージサービスっていうのがあるんですけどね、レシピをこうもらったりとかもしてるんですけど、なかなかやっぱね施設を作るっていうのは難しいことになってくると。ほんでいつトタケ系は来んねと、これね私もね結構気にしてるんですけど、なかなか来たりしないんですね。ただね、多分ねこの今私は、島の星を上げると、星レベルというかな、そういうのを上げるというのが目標だと思うんですよ。それがマックスになったらトタケゲさん来てくれるんだと思うんですけど、今私がね何つぼしなんかが、ちょっとわからないんですね。まだ見てなかったんですね。だからね次回はやっぱりねそこをちょっと確認していって、やっぱこう島の美観を整えると、施設じゃなくてもね、その施設以外の部分ってあるじゃないですか、やっぱり道みたいなね、そういうところとかをこう整えていくっていうのをね少しずつやっていければなというふうに思っておりますので、ぜひまた上がった時はね、ご覧いただければなと思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。